はい、今回はこれ、超激戦の、トランクス未来の、奇跡を起こす光の剣スーパーを、クリアできたんで、まあ、攻略パーティーを紹介しようかなと思います。で、これなんですが、リンクスキル絶望の未来を発動すれば、トランクスのダメージ軽減を無効化し、与えるダメージが大幅アップする。ってことなんですけど、まあ、僕はいつも通りね、ベジットパーティーで、はい、行こうと思います。はい、で、パーティーはこんな感じ。僕のリーダーがベジットで、ワザレベ10ですね。で、まあ、天使班、超強襲の、これがパッシブで気絶させるんで、まあ入れてるっていう、アラレちゃんもそうですね。アラレちゃんは必殺技で気絶させて、で、このご飯とベジータは、即属性の記録プラスしてくれるんですよね、パッシブで。これ最近どっかに刺したやつなんですけど。はい。ベジータが、2つずつ。で、まあ、なんだっけ、6星竜か。これは必殺技封じで、でもフレンド頼みっすね。スーパーサイジン4の渡れべ10の、超属性の記録プラス3と HP アタックディフェンスをアップ。で、相手に超絶特大ダメージを与え、ディフェンス大幅低下。で、これ必殺技を敵の中確率で、無効化して、うん。で、アタックとディフェンス 120% アップ。で、反撃もするんですよね。必殺技打たれた時。無効化できたら。はい。で、これでいきます。で、やっぱね、ベジットで行った時は、ほんと、クリアできたりできなかったりだったんで、これだとね、ほんと安定するっていうか、して、何回かな。まあ、3、4回ぐらいクリアできたし、はい。で、まあ、トランクスも当てれたので、まあ、メダル集めも兼ねて、はい。あと、スーパーは、ザマスだけですね。クリアできてないの。あ、違う。あ、セルもやってないや。セルね、回復めっちゃするんで、ちょっと。あれが嫌だな。技属性もいますしね。で、最初が力属性。5回かな ?5 回ぐらいあったかな。まあ。力属性が2回来て、で、技がね、技属性がちょっときつい。きついんですよね。うん。どうだったっけ？技2回、あ、力2回来て、技1回来て、あと、地属性かな。で、最後はカウントダウンがあるんですけど、まあまあ、スーパーサイジン4のベジータで、必殺技打てればもう、一発で、倒せれますね。はい。で、まあまあ、ここは問題ない。ベジータで倒せるんじゃないかな、必殺技で。いや、ほんと強いっすわ。ベジータ。なんか、ベジットでもうカウンター合わせてもかなり、ねえ、すごいなって思ってたんですけどね。ベジータの必殺技を見た後だと、なんか物足りなく感じますもんね。はい。あー、ここか、技属性。で、これで必殺技打たれると相当まずいんで、まあ、使っときますか、これ。あ、サポートアイテムは回復2つと、これですね。ババ。必殺技封じと、ドラゴン。ダメージ軽減ですね。はい。あられちゃんで気絶させてもいいけど。ここはね、ベジットでもそんなに、ダメージが、そこまで通らなかった気がするんですよね。だから、ちょっとベジットだときつかったんですよね。うん。
ぱアイテムがなくなっちゃうっていう感じだったんで、このご飯ドッカン刺したばっかなんですけどね、強いのかな、強くなったのかな、ちょっとわかんないな。はい、あーどうしよう、ここ撃たれてもいいかな、撃たれても耐えれるでしょう、ベジータなら。ベジータね、ほんと防御もやっぱパッシブで上がってるんで、パッシブで上がってるし、あれですね、来た、どんぐらい食らうんだろう。あーほら、必殺技でもこれだもんな、他のやつで食らったら相当多分えぐいことになると思うんで、そうそう、ベジータとスーパーサイヤ人4のベジータのリーダースキルプラスパッシブにも上がってますからね。はい、でまあ封じてるんでここは大丈夫。あ、必殺は打てないな、まあいっか、まあいいまあいいまあいい、まあいいや。で、スーパーサイヤ人4のベジータの、リーダースキルが、超属性の、超属性の速。超速属性か。の記録プラス3にするんですけど、ので、あれ、六星竜は、かかってないんですけど、ベジット、アラレちゃん、スーパーサイヤ人4のベジータの、リンクスキルでね、記録プラスできるんで、っていうことで、まあ、大丈夫ですね。あ、あ、いいか。まあ、ここで撃たれても大丈夫。撃ってきやがるな。あ、来た。無効化して反撃。あー、これで決まりましたね。ほんと欲しいな、ベジータ。うん、ドッカンできなくても、ベジットパーティーにいたら相当強いと思うんで。で、ここは力属性。まあ、ここは大丈夫でしょう。力属性なんでね。はい。まあでもそこそこ体力があるっていう。でもまあまあまあ、まだ回復アイテムもそんな使ってないんで、だいぶ余裕ありますね。うん。最後もね、余裕ができるんで、カウントダウンの時も。カウントダウンの時は、ベジットのカウンターができないのが痛かったんですけど、それも大丈夫なので。あ、気絶してますね。天津飯で。これはラッキー。力属性なんで相当減らせますよね、ベジータの必殺技で。で、これで必殺技も封じと、次のターンも。マジ強い。技レベ10のベジータ。これでいったでしょ。だいぶ余裕持って、勝てますからね、これ。フレンドがスーパーサイヤ人4ベジータなだけで。フレンドすごいよな、マジで。登場してすぐに技レベ10で持ってる人とか、なんか結構いましたしね。悟空とか。はい。出たー。この音楽超かっこいい。こうするか。
めっちゃテンション上がりましたね、この音楽。かっこいい。てか、スマホゲームの音楽かっこいいの多いっすよね。ドッカンバトルだけじゃなくて。マジで。超テンション上がる。強い。強いけど。そうなんだよな。ベジットの時ね、技のトランクスでかなり苦戦して、もうアイテム使い切っちゃって勝てないっていうパターンだったんですよね。あ、気絶してる。どっちでしたんだ。アラレちゃんの必殺技なのか、天津飯なのか。どっちだろう、まあ、いいや。よし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 。全員撃てますね。あ、あー、しまった。これでも、もうずっと忘れますね、ドッカンモード。やっぱこれはベジットか、スーパーサイジン4のベジータで打ちたいよな。前はね、あの、天津飯のとこを、紫総長入れてたんですけど、スーパーサイジン4のベジータリーダーにするとね、記録プラスがかからないし、リンクスキルも組めないんで、っていう理由で、外しましたね。案外必殺技が打てなかったし、ダメージも結構食らうんでね。あ、これどうだろう。どんぐらい食らうんだ。必殺技なくても3回ですよね。6星竜はちょっと結構ダメージ大きいんで、使っときますか。念のためね、念のため。あ、打ち上がった。ああ収穫率ってどんぐらいなんだろう。30% ぐらいはあんのかな。さすがに 50% とかあると強すぎるんで。さあ、どんだけ食らうか、通常攻撃が。あ。まあまあまあ。30% 軽減なんですけど。それで2万か。はい。でも封じてるんで問題ないですね。これでいけるかな？倒せるかな？気絶してますね。ラッキーっすね、今回。気絶してるのもラッキー。で、これ終わったら、カウントダウンですね。ここで終われば、スーパーサイジン4の、カウンターがない分、ちょっと。足りないか。まあまあ、でもこれで問題ないでしょ。これで終わりですね。撃たれてもベジータで受ければそこまでないと思うんで。技属性で6万とかでしたよね。なんでまあよし。で、ここカウントダウン。まあ、全員撃てればね。ああ、間違えた。しまった。アラレちゃん結構強いんですけどね。ベジットでどんぐらい食らうか。ああ、いける。いきます。あられちゃんで撃ってれば終わってましたね。ベジータなら一発でしょう。で、これで終わりっすね。よし。はい、というわけで。まあ、こんな感じで、フレンド頼みで、クリアですね。何枚集まったかな、メダル。もういつでもドッカンさせるように、マックスでいるんですけど、トランクスは。
はい、というわけで、完全にフレンド頼みの、衝撃戦奇跡を起こす光の剣新たなホープのスーパーの攻略動画でした。ご視聴ありがとうございました。